そして G7 メンバーの間で、ハマス等のテロ攻撃を断固として非難すること、2つ目に人質の即時解放を求めること、3つ目にガザにおける人道危機に対処するための緊急の行動を取る必要があること、食料、水、医療、燃料、シェルターおよび 人道支援従事者のアクセスを含む妨害されない人道支援を可能とすること、特に人道支援を容易にするための人道的休止および人道回廊を支持すること、4つ目、国際法、特に国際人道法の遵守が重要であること、5つ目、紛争のさらなるエスカレーションや より広い地域への拡大を防ぐ必要があること6つ目ガザの持続可能な長期的解決に取り組むことや二国家解決が公正で永続的な平和への唯一の道であることなどでま